リオデジャネイロのホテル内に設置されたテント上の機密情報隔離施設でリビアへの軍事行動について報告を受けるアメリカが衆国大統領のバラク・オバマ・ハバナの機密情報隔離施設でベルギー連続テロ事件についての報告を受けるバラク・オバマ機密情報隔離施設とは、東場など外部からの情報活動による情報漏えいの恐れなく、 機密情報を扱うための特定の基準を満たす設備を備えた施設。アメリカ合衆国連邦政府のインテリジェンスコミュニティを統括する国家情報長官室により認定される。機密情報隔離施設は国家情報長官が発令するインテリジェンスコミュニティディレクティブの705号に定められた統一適用権に基づいて建設されることが求められる。 ICD-705 で定められた要件は、さらに国家防衛用安全保障センターが定めた技術使用などによって詳細に規定される。技術使用には、などが定められている。アメリカ合衆国国内では、連邦議会議事堂、ホワイトハウス及びアイゼンハワー行政府ビル、機密情報に関わる事件を頻繁に取り扱う、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所や、 バージニア州東部地区連邦地方裁判所などの連邦政府の3県に関わる重要施設の多くに設置されている。米国内に所在する最も有名な機密情報隔離施設としてホワイトハウスの地下に設置されているシチュエーションルームが挙げられる。国外では各地の大使館や領事館などの在外公館、アメリカ欧州軍司令部の置かれているシュトガルトの パッチ駐屯地や在日米陸軍司令部の置かれている神奈川県のキャンプ、ザマなどの在外米軍基地の司令部などに設置されている。また、常設の施設の他にも大統領の外遊先などで必要に応じて仮設の施設が設営される場合もある。ジョージ・ W ・ブッシュ政権で国家安全保障担当大統領自席補佐官を務めたマーク・ファイフルは、 大統領が外遊する際には前もって、機密情報隔離施設のテントを設営できる、候補場所を確保するのが通例だとしている。ありがとうございます。